岡崎市にあるスーパーピアゴです。この中にコストコがオープンしたということなんですが、どういうことなんでしょうか。アメリカに本社を置く会員制スーパーコストコ、倉庫型の店舗が特徴で、東海3県には3つの店舗があります。では愛知県岡崎市にあるピアゴホラ店の2階に今日オープンしたというコストコとは。ありました。いわゆる大型倉庫というよりは会社の事務所みたいなコンパクトなサイズ感ですね。あ、でも置いてあるものを見るとディナーロール、あ、このクッキー、コストコで人気の商品は置いてありますね。実はこのお店コストコではなく、今東海3県でも増えているコストコの再販店なんです。実際にですね、コストコさんの方で購入して、その商品を岡崎市に持ち込んできているっていう形になります。コストコとはどんな違いがあるんですか。やはり岡崎市の方だと、コストコに行かないといけないという手間を省けるので。本家のコストコホールセールジャパンは、もともと飲食店などのビジネス向けに商品の販売を行ってきた経緯があるため、このように再販することは問題ないとしています。メーテル調べでは、愛知県内には再販店が11店舗あり、岡崎市は今回2店舗目です。なぜここまで急増しているのでしょうか。パンです。チョコレート系のケーキですね。マフィンとディナーロールですね。なかなかね、コストコの本店っていうか向こうまで行けないんで、あ、近いからと思って。遠くまで行かなくていいし、別に会員でなくても買えるんだったら、その方が、そう、コストコに入場するためには年間およそ5000円の年会費がかかります。しかしコストウォークのような再販店では年会費を払う必要がありません。価格ってコストコともちょっと変わるんですかね。そうですね、少しだけ上がるんですけど、やっぱりその年会費だとか、交通費考えると、圧倒的にこちらで買っていただいた方がお得かなと考えてます。ディナーロールはコストコで買うと558円ですが、こちらの店舗では2割ほど高い744円で販売されています。巨大なティラミスはコストコではおよそ2200円のところ2786円で、ハイローラーはおよそ1700円のところ2448円となっています。もう一つ大きな特徴が、普段コストコさんだとこういった、大容量の商品を売ってるんですが、当店ではそういった商品をこうやって小分けにして3つとか少ない数でお求めしやすいように販売をしております。そうなのよ、一人で食べるにはね、やっぱり多いんですよね。はい、これ嬉しいです。コストコといえば大容量販売でコストを抑えることで低価格で買えるのが特徴です。しかしこちらでは通常サイズに加え、ディナーロールは3個110円など小分けされたものが売られているんです。本来たくさん入っているものを小分けにする作業ってどうやってされてるんですか。はい、これはもう本当従業員の自分たちで作業しているので、はい、こちらの大容量と1個あたりの値段は同じ値段で売らせてもらってます。あ、そうなんですか。はい、あ、手間がかかってるのに。そうです。あ、それはいいですね。はい、他にも人気のトイレットペーパーも30ロールセットがこちらでは6ロールから買うことができます。こちらの方が一人暮らしなどにはコストコでは1個あたり77円ですが、再販店では120円です。でもパンが美味しいって聞きましたね。でも実際見るといっぱいあるなって、いっぱい入ってるからちょっと手出しにくいなと思いながらも、子供も小さいのでそんなたくさんは一気に消費できないんで嬉しいです。しかしスーパーの中にスーパーがオープンするというあまり見ない形ですが、ピアゴの担当者は、
開店の準備をしている時からですね、あのサービスカウンターであったりとかお電話でお客様からのお問い合わせも結構多かったので、うん、非常に注目度の高い店舗が入っていただいたなと思いますので、普段買えない商品っていうとかコストコ行けない方がここで商品を買えるっていうところがありますので、まあ、そういった地域のお客様に喜んでいただけるような品揃えであったりとか、接客であったりとかをしていただけるとありがたいかなというふうに考えております。うん、コストコ再販店としてもスーパーへの出店はメリットが多いといいます。他のコストコ再販店さんの打ち込みとかを見させていただいて、駐車場がないだとかご意見があったのでピアゴさんのお力をお借りした。これもお互いにとってメリットがあるぞというところ。そうですね、考えてます。本家コストコも営業を認めるコストコ再販店、今後も同様の店舗は増えていきそうです。